この年寄りを助けとくれ。どうした？ちょっと前に腐ったれの冒涜者にベルナの神殿が怪我されたんだ。神殿を修復しないとベルナ様がお怒りになる。牛は死に、子供たちはイボだらけになって、犬はダニに食われちまうよ。イボにダニだと？危険そうだな。分かった、手伝おう。終わった。神々があなたを使わされたんだね。神殿を修理してくれるものを。俺はウィッチャーだ。仕事ならもうある。伝統的な木造建築の修理は専門分野じゃないんだ。悪と戦うのがウィッチャーの使命なんだろ。物を壊すのは立派な悪さ。壊れた神殿を見たら修理しよう。だがそのために遠回りはしないぞ。遠回りなどない。すべて神々のお導きさ。あなたひどい顔よ。これも壊されてる。ベレンの神殿を破壊しているのはお前か？それに何の関係がある？お前こそ何の関係がある？我らは稲妻の使者。鉛色の雲から落ちる重き雫、解き放たれ稲妻の名は超人となる。みんなは神々がご不満だと言ってる。怖くないのか？天罰か。神々は死んだ。彼らの腐りゆく遺骸を処分するだけだ。有害な迷信の消えかけの燃えさしよ。そうか。
だが終わったら後片付けをするんだぞ。それから元来た場所へ戻って燃えさしはそこに捨てろ。信仰は大衆を愚かにする。神々は死んだ。故にオクセンフルトのフリードリヒ様が語るのだ。大衆が畏怖するのは神々ではなく宗教と祭祀だ。そしてその恐れが我らを無知の足かせで縛りつける。新たな倫理を構築するか、倫理を捨て去らねばならない。面白い小芝居だが退屈してきた。立ち去れ。そして戻ってくるな。さもないと校長に言いつけるしかないな。抑圧だ。体制の追従者を攻撃しろ。サーカスで見せ物をしたらがっぽり儲けられそうだな。やっ、うん、やっ、うん、Ooh!